襦袢に縫い付けられた白無地の半襟柄半襟の女性白地に、刺繍の半襟黒地に、桜の刺繍の半襟半襟とは、和服用の下着である襦袢に縫い付ける替え襟のこと。名前は、その長さが実際の襟の半分程度であることから。本来の目的は襦袢を、誇り、皮脂や生発量から保護するものであるが、顔に近い部位に身につけるものであることから、 着こなしのポイントとして重要視され、刺繍などによる豪華な装飾を施した数十万円、近い価格帯の半襟も存在する。半襟をも下着の一部と考えれば、その一部を見せるのが、正式の着用法である点で、世界の民族衣装の中でも、例外的である。背広服のウエストコートの白襟や、セパレートカラーや左襟のワイシャツに該当する。一般的に、 塩瀬ハブタイはカジュアルからフォーマルまで広く使われ主流となっているが、チリめは種類が多くフォーマルに使われるものからカジュアルなものまで幅広く存在する。塩瀬とチリめの格の違いは確かなものではなく、塩瀬は生地の表面に光沢があり高級感があることもフォーマルの主流となった要因でもあると考えられる。 普段着などには丈夫で汚れに強い木綿を合わせることも少なくない。最近ではポリエステルなども多く出回っている。女性向けのものとしては、戦前は色襟や刺繍襟が中心であったが、1940年に交付された車種品等製造販売制限規則をきっかけに、白襟に移行、戦後になり色襟が若干復活するも、高度経済成長期の和服の脱。 普段着化に伴い、ほとんど白襟一辺倒となった。現在は、白以外にも、和服の色に合わせた赤、黄、青、緑、桃色、水色、紫など、ほとんど無数の色が存在する。ただし、原則として赤い襟は少女向けとされるので、既婚女性は赤色や、それに近い色は避けた方が無難とされている。無地のもののほか 刺繍を施したものや刺繍に加えて、ビーズなどの装飾を加えたものもあるが、模様は季節に準じたものを使うのが大原則。男性向けのものは、生き好みの黒が最も多く、続いて、上品な薄水色、灰色、茶色、新緑、藍など落ち着いた色合いのものが中心。現在、紋付羽織袴をはじめとする礼装には、白無地が一般的だが、 昭和初期までは、男性の場合、礼装にも薄水色か薄灰色、浅ぎ色、紺を使うのが主流である。現在は、下流界の言葉。少女が掛ける赤い半襟から、一人前の女性の白い半襟襟を掛け替える。習慣を言い、反玉、舞子などの数儀が芸儀となることを指す。反玉はこの時から、一人前の玉台を受け取ることができ、髪型なども変える。 れ替え前の数義を与えるとも言う。ありがとうございます。